バスケは3層、どうもバンバです。さあ NBA が開幕しました。そして今日はサンアントニオスパーズの怪物、2m24cm のビクター・ウェンバヤマのデビュー戦でもありますが、僕にとってはそれよりマブスのルーキーデリック・ライブリーのデビュー戦。テキサスの往年のライバルチームであるマブスとスパーズのルーキーが変化を必要としていたこの2チームを突き動かしていきました。開幕前のプレシーズンから2m24cm の身長でスクリーンをもらってからスムーズすぎるそのハンドリング、そして誰もブロックできないジャンパーを決めたり、ナツメグまでしてしまうそのプレーのド派手さで、今シーズンからスパーズを世界中が最も注目するチームの一つに変えてしまったウェンビー。彼を超える素材はもう出てこないと言われているほどのウェンビーも、ついに今日が NBA の公式デビュー戦。その長すぎる腕でウェンビーはいきなりカイリー・アービングをブロック。このワンポゼッションからも分かるように、 NBA のチームは彼の規格外のサイズと長さにまだ対応できていません。ブロックされたカイリーですが、彼とマブスの選手たちもまたスパーズ戦を前にウェンビー対策として、実は密かに長い腕を装着したなんちゃってウェンビーをトレーナーにやってもらい、フィニッシュの練習に励んでいました。横から見ると彼の異常な腕の長さは一目瞭然。今のところワンオンワンでウェンビーにノープランで突っ込んでいくのは無謀だとも言えます。プレシーズンでもウォリアーズのオールスターフォワードアンドリュー・ウィギンズとのマッチアップの最中、信じられない長さでウィギンズのショットをブロックしまくり、シュート成功率8分の2に抑え込み、本来こんなにウィギンズは連続でブロックされる選手ではありません。選手がこれまでプレーしてきての経験で、本来ここならブロックされずに打てるという間合いが、ウェンビー相手ではその常識が通用しないのかもしれません。オフェンスでも前半からいきなりスリーポイントを決めていきます。彼スパーズに来てからどんどんアウトサイド上手くなってますよね。 NBA に来る前のユーロリーグでのウェンビーのスリーポイント成功率は NBA の平均を大きく下回る 28.3% でしたが、スパーズ入団以降練習でみんなが引き上げても1人残ってシュートを練習してきたウェンビーは、この試合でも前半2本目のスリーを軽いサイドステップから決めていきました。一方のマブスで一番変わったことは、これはもうめちゃくちゃ脅威なんだけど、ルカ・ドンチッチがパスするようになったことです。いや、 8.7 アシストしてる選手がパスしないわけないでしょってね、ダラス・マーベリックスの試合をプレーオフとかハイライトで見る人は思うかもしれないんだけど、そうじゃなくて、アイソレーションがリーグでナンバーワンと言っていいほど上手いから、結構ボールをね保持してしまうことが多いんですよ。その結果ルカが前半20得点30得点してても周りが凍りついてしまってるってことがほとんどだったんですよね。ドンチッチのマブスになって以降2回プレーオフでクリッパーズと当たりましたが、彼らのゲームプランはルカにスコアさせて他を守るということでした。テレンスマンがポッドキャストで語っていましたが、まあぶっちゃけこれは半分抑えられなかったから強がりプラス事実も絶対あると思っていて、ルカがボールをずっと持ってしまう時のマブスはあまり強くないんです。他が本当に凍りついちゃうから。ですがカイリー・アービングがボールを持つと、たちまちマブスはもう違うチームに生まれ変わります。ルカがハーフコートオフェンスの天才なのだとすれば、カイリーは僕はトランジションの天才だと思っていて、ペースが上がって、それこそついこの間3年41ミリオンの契約をね新しく結んで再契約となったジョシュ・グリーンなんかは早い展開が得意なので、どんどんこの2人でオフェンスを回していき、カイリーがいるとチームバスケになるんですね。これをベンチから見ていたドンチッチはついに今シーズンカイリーと話して、もっとなるべくトランジションの時は特にボールを託すという決断をしてくれました。この意識の上に新加入のプレイヤーたちが加わると強い。昨シーズンマブスがわざと負けに行ってドラフト順位を落としてまで取りたかったルーキーデリック・ライブリー2世もウェンビーと同じく今日がデビュー戦。カイリー・アービングが来てオフェンス力はリーグ屈指のチームになったものの、層が薄くなりディフェンスは壊滅、結果としてプレーオフを逃すという大失敗に終わった昨シーズン、その反省を生かして本物のセンターであるライブリーをドラフトし、開幕前のプレシーズンから毎試合スタメンに入り毎試合のように成長。デューク大学では平均約5得点しかできなかったライブリーですが、マブスに来てから彼のメンターについていたのは2011年マーベリックスの球団史上唯一の優勝を成し遂げたそのスタメンセンターであったタイソン・チャンドラー。そんな彼からも若い頃の自分を見ているみたいだと言われ、ライブリー自身もタイソンに関しては自分が言ってほしいことではなく自分に必要なことを言ってくれると、この2人は理想の師弟関係を築き、即戦力になろうとここまで努力してきた結果、プレシーズン最後の試合でライブリーは大活躍。大学時代はほとんど見せなかったフックショットを決め、カイリー・アービングとの相性も抜群。このままライブリーがスタメンになるのは間違いないと思われていました。しかしもう今シーズンジェイソン・キッドは解雇かもしれません。プレシーズンまで全てスタメンで使ってきたライブリーを直前になって下げ、マキシ・クリーバーを投入。これの何がやばいかって、マキシがやばいのではなく全くラインナップに一貫性がないからです。
共にプレーしてきたラインナップの間ではディフェンスでもコミュニケーションが当然取りやすい中で、急に変わったこのスターティング5はスパーズを抑えるのに大苦戦します。スパーズに1クォーターだけで43得点をスコアさせてしまう散々なスタートを切ったマーベリックス。この序盤の悪い流れを断ち切ったのが、誰もがスタメンになると思っていた男、デリック・ライブリーでした。オフェンスではカイリーのミスをプットバックダンクでカバーして、自身の NBA 初得点を決めていき、ルカとも素晴らしいコネクションを見せアリウープを決めていき大活躍。ライブリーのセンターとしてのリバウンド能力、キャッチ力、そしてフィニッシュ力は早くも脅威となっていました。これまでマブスはシュートを外せば大体ポゼッションは終了。しかしライブリーはオフェンスリバウンドに絡みまくり、ビクター・ウェンバンヤマがファールトラブルになっている中大爆発。16得点10リバウンドのダブルダブルでデビュー戦を飾ったライブリー、完全にウェンバンヤマのスポットライトを奪っていましたが、第4クォーター5ファールでウェンバンヤマも意地を見せてきます。フィジカルな石つぶてのようなディフェンスでデオキシスことビクター・ウェンバンヤマを守っていたグラント・ウィリアムスですが、この長さはもうどうしようもない。この第4クォーターにもライブリーはタイソン・チャンドラー直伝の弾きでオフェンスのポゼッションをつなぎ、さらにそのままオフェンスリバウンドに走っていき、プットバックダンクをやるという、これはちょっと僕今まで見たこともないようなエネルギッシュなプレーだったね。しかしジェイソン・キッドはこの直後にライブリーを交代。なんでだって思ってるうちに、やはりビクターが速攻でマキシ・クリバーをシールし、アンドワンのダンクを決めていきます。そしてクラッチタイムでは若いスパーズをカイリーとルカのデュオがハーフコートでクローズアウトしていきます。加速ではなくもっと難しい減速が NBA で一番うまいドンチッチ。この片足ストップのフィニッシュはもう天才だと思いました。カイリーとのボールシェアも抜群で、ディフェンスを引きつけてからカイリーにワイドオープンのパスを渡し、コーナー3が決まり、トランジションでもボールを託し、カイリーがレイアップを決めていき、そして最後はルカが自ら試合をクローズアウトしていきました。この試合ドンチッチは33得点13リバウンド10アシストのトリプルダブルを開幕戦からいきなり記録。しかしこれまでのトリプルダブルとは、僕はこのトリプルダブルはちょっと違ったように感じました。それはルカが全部一人で背負って記録したトリプルダブルではなく、チームメートに託しながらのトリプルダブルだったからなのかなとも思っています。今シーズンのウエストはめちゃくちゃディープ。普通に予想してたらもうダラスがプレイン圏外に入っていましたが、グラント・ウィリアムスやライブリーの加入、そしてルカのこのメンタルのチェンジが今シーズンのマブスをさらにね、遠くまで連れて行ってくれることを願います。視聴者の皆さんはウエストの順位、今年はどんな風になると思いますか？僕はね、1位のレイカーズっていうのは多いんだけど、意外とね2位でレブロンとか結構休ませると思うんでね、やっぱデンバーが1位のままであり続けるかな。その下はもう結構もう混戦だと思います。予想がほんとつかないね。ぜひ皆さんの意見も教えてください。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。